当社は北海道日本ハムファイターズの新球場を核とする北海道ボールパーク F ビレッジの一角において開発を進めるメディカルモールを併設したシニアレジデンス開発事業について、メディカルモールの名称を F ビレッジメディカルスクエアに決定したことをお知らせします。F ビレッジメディカルスクエアは5つのクリニック整形外科、内科、小児科、形成外、下皮膚科、歯科と調剤薬局からなるメディカルモールです。これで試合中に怪我人出ても即対処可能やね。ほんまにファイターズ村を作ろうとしとるのか？メジャーみたいやな。心情の要望通りすぐレントゲン取れるようになるな。歯医者は戦地からしたらありがたいやろな。耳鼻科欲しい。こういうのでいいんだよ。すごいなハム。ちゃんと小児科あるのはいいね。街のためって感じする。ええやん。アイシングで様子を見なくても済むようになる。心療内科や肛門科と泌尿器科も欲しいな。一つの街がほんま出来上がってきてるな。病院できるのはすげえな。北広島人的にはどうなんやろな。試合ないときは車で簡単に行けるからええけど、試合の日に行くのは難儀やろ。目の前にでかい高齢者住宅立つしええんちゃう。もう街やね。いいな。整形外科あるやん。デッドボールの度に直行してほしいわ。ほんと住みたくなるわ。歯医者行ったついでに野球観戦できるやん。ここまで来たら野球場じゃなくて一つの小さい街になってるやん。病院近くにできるのめっちゃ助かるわ。新札幌駅前にある整形外科病院系のクリニック出すんや。需要はありそう。新庄がエスコンに歯医者作りたいって言ってたしな。北広島は総合病院が少ないし、 F ビレッジ周辺の住民としては近くに行きやすい病院があるとすごく助かるわ。